タックン YouTube。 今日は新しい炊飯器が来ました。では開封したいと思います。どっちやか、こっちあれ、こちらです。極め炊き、塩分炊き、どんなやつでしょうね。塩分、お米が踊るんですかね、これは。いや、深い説明書が分厚いです。では、行きましょうか。せーの、よいしょ。あ、重い、めっちゃめちゃ重いです。普通の炊飯器の2倍以上ありそうですね。重量がかなり重い。ではオープン。中はこんな感じです。普通の炊飯器と変わりないですけど、こちらも違います。この釜も従来の釜に比べて2倍以上、今日ありますね、重さが。なんでしょうね、これ。重さだけ。いやー、中のコーティングも、ちょっと少し厚いよ。あ、厚いかな、厚いですね。この釜、全然違います、音が。厚いも。こちらが今、使ってる炊飯器。こちらもね、割れてるんですけど、重さがもう火になりません。重いです。こんな感じ。何年ぐらい今のやつ使って。中もちょっと、ふこっと浮いてますね。重いです。今のやつ何年使った？今のやつ、ね、ちょっと使ってますね。新しいのか。今のやつ2、3年じゃないかな。2、3年は使ってますね。では、いっちゃいましょうか。あ、中も違いますね。今までのやつとは。比べ物にならないです。こんな感じです。中。で、外。これですね。A6HI。保温時間もかなりいけるみたいです。では、炊いていきましょう。では、象印塩分炊き、電源を入れていきましょう。どうなるでしょうか。お、すごい表示が。塩分炊き、出てきました。液晶文字。お買い上げ時は、エコ炊飯に設定されています。エコ炊飯は消費電力量を抑えるため固めに炊き上がります。では行ってみましょう。ご飯の硬さが気になる方は象印こだわりの焼き分けセレクト硬さ標準、粘り標準をお試しください。では、気になるんで、炊き分けセレクトいっちゃいましょうか。項目選びが出てきましたね。すごいですね。今までこんな設定は見たときないです。白米の種類。いや、種類もあるんだ。白米、無洗米、玄米。
なんかこれはありそうですね。まず白米、今回使うのが。で、脇分けセレクト、硬さが、難標準硬い粘り、全部標準でいってみましょう。あとは炊飯器を押すだけ。ではまだお米入れてないんで、今からお米入れて炊いてみたいと思います。 GO! ではお米がセットできました。スタートしましょうか。スイッチオン。すごいです。音楽も流れちゃいます。液晶にはあと56分、白米炊き分けセレクト極め保温まで入ってます。炊飯中とも出ております。時間にもね、勝手にセットされてるんですよね。では乞うご期待。56分後、炊き上がりまであと9分になりました。最初は50分ぐらいかかったものが、説明書にあったように4、5分早く炊き上げることがことになっております。では炊き上がりに注目。8分になりました。あと1分になりました。どんなメロディーが奏でるんでしょうか。メロディーが鳴ったらすぐにかき混ぜます。説明書にも載ってた通り、これが美味しいご飯の炊き方になります。あともう少しです。炊き上がりまであと少し待ちましょう。美味しそうです。10秒ぐらいで音が鳴るかも。では開けてみましょう。ゴー。あ、ふっくらしてますね。盛り上がり方がなんか違うような気がする。美味しそうですね。では食べていきましょうか。では出来上がった極め炊き食べてみましょう。うん、柔らかめに炊いてるんですけど、少し固めで、けどしっかりと炊き上がってます。美味しいです。あ、食レポ大魔王コンキンがやります。匂いはあのお米って感じがする。なんかマジで美味しい。あのうん、しっかりしてる。めっちゃ食べれそうこれ。おかずなしでもいけるぞー。